はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。まあ、やっていきたいと思いますって言ってますけど、まあ恒例のガチャ動画ですね。で、今は鳴宮明の挑戦状が来ている週になってまして、でこの挑戦状の週っていうのはそのキャラに合わせた、まあ、SR 確定ガチャが、大体来ていたんですけれども、今回はダイヤのエース投手狙い撃ちガチャですね。鳴宮明、沢村英順、丹波光一郎、この3キャラの出現率がアップしてまして、で、ガチャの内容を見ていくと、ま、今回はねちょっと消費が激しいです。初回の10連ガチャがパワーストーン150個で、PR1 枚確定で、2回目が200個で引けて、10枚中1枚が SR30% で、3回目は普通の250個必要で、3キャラの中から SR1 枚確定と、言ったところになってますので、この3回を引くためには、まあ、足し上げると600個必要なので、まあね、ギリギリ今パワーストーンあるといえばあるので、まあ、ちょっとこちらの方やっていきたいと思います。じゃあちょっとガチャの方に移りましょう。625ですね。でちなみにこれ3回引くのには、あのもうボックスがね足らないと思うんですよね。この25を使って拡張するか、まあちょっと整理するか、まあそれは考えていきましょう。まず初回は150個で引けるので、まあ毎回言ってるけど、こういうところで SR は出てくれて全然いいんですけど、さあどうなるか。うおー、普通だ。うわ、普通だまあこれはしょうがないですね。で、沢村の PR かな。そう、あの3キャラでいくと沢村はね持ってるんですよね。でまあ一番の欲しいものはもちろんメイなんですけれども、丹波がね出てくれてもいいですね。自分 SR の変化球キャラが2個青いしかいないんで、めちゃくちゃ辛いんですよ。やっぱ変化球1枚っていうのはね辛いっすよね。で2個青いに至っては普通の青いちゃんと違って固有ボーナスがないんで、そこがねまた痛いところではあるというんで、変化球キャラが全く足りてないんで、まあ2回目ですね。ここで 30% の確率でまあ1枚 SR が出てくれるらしいですけど、らしいというじゃあいきます。おお、とりあえずこれは OK。 ポン、お、来たね。まあ、ここの演出も、お、2枚入ってる。いいねいいね。まずちょっと130だったな。カルロスかで、ここの SR が、ああ、滝本だ。よしよしよし。滝本はね、コツがめちゃくちゃ優秀ですからね。まあちょっと滝本は鍛えていきたいけれども、餌がね、これみんな言ってるんですけど、餌が全然足らないんですよね。ボックスがいっぱいですと。いや、滝本は嬉しいですね。ちょっとね、体力削られるっていうのが辛いですけれども、イベントでコツがめちゃくちゃ優秀なんで、これ引けないよね多分。整理してくださいって言ってくると思うんで。あれ、大丈夫か大丈夫なんだじゃあそのまま行きましょう。ポーンと、メイ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 、あ、また2枚出たね。メイメイメイ、あー、沢村かー。まあちょっと上限解放でもう1枚に期待ですね。タンバのレア、普通の R か。さあここは、あ、友沢か、両方持ってるなメイの PR がでも普通で出てくれたので、 PR 持ってると確か挑戦状って絶対来るんですよね。というところで、まあ、全部で SR4 枚出たのでかなりいい結果ですね。でそのうち、2枚が上限解放できて、沢村とトーンザーが上限解放できて、滝本がかなり嬉しいですね。でカルロスはちょっと全然わからないあんまりっていうか全然使ったことないんで、イベントとかもチェックはしてないんですけど、まあ、ちょっとカルロス君は申し訳ないけど後回しかな。まずはちょっと滝本を鍛えていきたいと思います。で一応挑戦状の方を見ていくんですけれども、これってボック
スに入ってる状態だと挑戦状来ないのかな。まあ例によって1試合やっていきましょう。挑戦状の内容自体はね、多分毎回同じだと思うんですけれども、お、挑戦状とりあえず来ましたね。あ、 PR って書いてあるからあれか、届いてますね。ここで SR とか持ってると、まあいい挑戦状が来やすいと。自走サジストレートで三振を1個奪え、まあこれは中級なんでね、これでいいでしょう。で、そう、最近ですけどね、名前のところに査定値を入れるようにしてます。この中でいくと108が一番高いのかな。こんな感じですね。安打製造機、芸術的な画集地、高速レーザー。あ、これそうか、最近ね、あの肩が3枚揃ったんで、宇佐式の SR を、走って取ったのと、友沢持ってるのとつくも持ってるので、一応肩3枚入れてみたんですけれども、これね、ダブルタックすらね発動しなかったんですよせっかく3枚入れたので。だからもうちょっと強くなるかなと。で、おみくじは大凶でしたと。まあ、そんなところがいろいろ重なって、まあ、うまく育成がいったかと言われると、うん、まあ他のイベントはそれなりだったんですけれどもね。で、そうですね、なのでまあ肩3枚入れてちょっとサクセスの方もねいい加減やっていきたいと思います。まあ、今回はちょっと普通に、パワチャレをやるんですけど、じゃあ頑張ってくれ。いやー、みんなちょっと強くなってるね。シブチン3枚とかプラ3になってるけど、 SR で3枚持ってったのかな、それとも PR とかでレベルを上げていったのかな。ブロンコもプラス1でしたからね。阪神甲子園球場です。ここでね、ブロンコとか出るとちょっとショックっちゃショックですけどね。高校チーム先制のピンチを迎えました。これは引っ掛けた、フラフラッターバットを取ってやると。試合も早く進められるので、まあかなり快適にはなってますよね。おいピッチャーで回すのかと、本当どうにかしてほしいんだけど。宿体砲とか超打たれそうとりあえず隅を狙ってくる。で、高めで1球外してフォークで落として、でも宿体砲ちょっとやる気がないね打つ気がない。で、高めのインコース、いや、こういうの本当どうなのっていうマジでわからん投球術。あ、そうか、なんかストレートで三振奪いって言ってたよね。そういえばやったら投手回ってくるんだと思ったら、ってことはとりあえず追い込みたいよな。フォークで落として振ってくんない。クラブギリギリ、うわーもう一回回ってくかな。いや、お題をすっかり忘れてたよ。しかも負けたし。今の総合力だとちょっと A クラスに残るのは辛いんですよね。 A と B を行ったり来たりで、 A クラス残るのも、まあ、たまにできるっていう感じですけど、総合力が 26,000 なんで、やっぱね投手なんですよね。ちょっと今の手札を見ますか。まあ、SR チケットとかほとんど使ってないんで、全然残ってるんですけど、イベキャラボックス、こんな感じですね。マモルくんと、ミコアオイで、ウドくんとつくもで、滝本ちーちゃん、サイガ、友沢、あつ森の、これだっけ、水島だっけ。水鳥で、サバ村で、カルロスだよね、これ神谷しか書いてねえしまあ、あ、書いてあるね、カルロスって。で、イサシキですね。だからちょっとまあ次回普通にサクセスやるときは、イサシキ入れて、つくも入れて、友沢入れて、外野手を作るっていう。で、あと一応災害入れて、で、彼女は、誰だっけ、騎馬妹をお借りして、で、そうするとここでね、もうすでにあと4なんですよ。なのでね、前キャラをね、入れたいんですけど、前キャラがね、
水鳥が前キャラなんですけど、水鳥をね、あの外野で入れちゃうとちょっと金徳とかのイベントに絡んでこないんで、うん、ここはね一応ちょっと PR キャラではあるんですけれども、木村ちゃんを入れていこうかなと思ってます。で一応前にあと4で、あと4ではあるんですけれども、一応騎馬妹のイベントが軽いっていうのと、友沢の安打製造機を切るってやっていけばなんとかイベント消化できるかなという感じで思ってます。で前イベは、木村ちゃん意外にね、あの前イベ重いんですけど、まあ前になので、まあ、それでやっていこうかなと、まあ次回予告的な感じですね。というところで、まあ、また、今回挑戦状の、週になってますので、まあ、SR ガチャと 30% ガチャ券はちょっと回収したいかなと、思ってます。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。じゃあ次回はちょっと一応サクセスをやる予定です。よかったらまた、見に来てください。